PVP ゲームやってて腹立つことないの？いや全然あんまないけど、全然あることあるよ。全然なんか人に腹立つっていうか、自分が下手な時に自分に腹立つな、どっちかというと。あ、でもなんだろうね、本当に真剣にやってればやってるほど腹立つかもな。いや腹立つっていうのは本当にね、真剣にやってるってことだと思うから、めっちゃいいと思うんだよな。いいというか僕大パンはしないな。大パンはしない。怒ることがあるかって言われたら、でも最近怒ったことあるっけ。怒る、あのなんかさ、たまにこうコメントで見かけるんだけど、あのゲームやってて切れないのがいいって言ってくださる方がいるのね。あ、嬉しいことだなって思うんだけど、僕ゲームやってて切れる人もそれは魅力があるなって思ってて、なんかゲームで切れるってそれほど真剣にやってるんだなってことが伝わるというか、超真剣にやってなきゃ切れなくない？ゲームで。だからなんか本当にこの人は本当にゲームに対して親身に向き合ってるんだなっていうのがすごい伝わるというか。そう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 、もこうさんとかね、もうあの人マジでゲームに対しても本当に真剣、僕が真剣じゃないわけじゃないよ、もちろん僕も真剣にやってんだけど、それがすごい伝わるっていうか。そうだからそういうの見るといいなってなる。いいな、でも切れるのがいいかは別としてまあなんかゲームを真剣にやってるんだなってのはすごい好きです、僕は。まあ人それぞれよね。僕もなんだろうな、超真剣にやってるときは自分にイライラすることあるな。でもなんか前マリオメーカーのハックンタイムアタックってのがあって、僕全国50位ぐらいになったんだけど、それもう12時間ぐらいずっと同じコースやってたりしてたのね。で自分のプレイがあまりにも上手くなくて、自分にイライラすることはあった、やっぱ。そんだけ真剣であればあるほどやっぱね、自分にイライラするってことあると思うな。もうあのハックンタイムアタックやってた時も翌日もう寝ずに仕事よね何やってんだろうって思いながら、まあでもいい結果が出てよかったわ。